おはようございます。おはようございます。ねむねむ。はい、今テロップを書いてました。おはようございます。おはよう。はい、学校頑張ってさんも学校よ。その格好は、これはパジャマです。パジャマにヘアバンドがないと夜は生きていけないんです。ハートありがとうございます。あ、自己紹介をします。はい、 NGT48 のテニス少女、みんなのハートにナイスショー、ありがとうございます。あなたの隣までアドバンテージ。おじゃ出身15歳、高校1年生の小宮山さらです。よろしくお願いします。花かよ花かよ花かよ。わかるよ。ナイスショットありがとうございます。サービスエースもありがとう。お皿が一番かわいい、いっちゃんかわいいよ、ありがとう。お皿が一番かわいいよ、ありがとう。はい、今日は朝配信です。眠かった。でもいつも朝はこんな感じないで、気にしないでください。だるまさんありがとうございます。朝早い時間は朝練みたい？どういうこと？うん、朝配信珍しそうです。今日は夜配信ができないので、サイン書き書きも終わった。サインはですね、もう少しもらわないと、あの今手元にあるやつは終わりました。ドルマイヤッコありがとうございます。今日は火曜日ですね。火曜日ってどうかよ。おはよう。俺はもう仕事してるから、お猿も頑張ります。寝て起きると黒くなっている。おい、それはもうすっぴんだからだよ。カウント完了ありがとう。今日の朝ごはんは何食べる？マサルはまだ寝てない。24時間起きてます。目をかっぴらいてます。よう、みんな、今日は朝配信だよ。うん、おはようございます。メイクすると結構変わるよね。さ、そう、変わるって言われる。なんかすっぴんだとすごい赤ちゃんって言われる。元気あるって言われる。まあ何でもいいんだけどね。マサルくんは寝るときも一緒です。最近のお気に入りなの。最近のお気に入りだから寝るときも一緒。うん、後ろの、ま、これはですね、なんかいただいて、コミュニティの方から、すごく可愛かったので飾りました。そっくり。おはよう。お仕事行ってくんね。さちゃんも学校頑張、ありがとう。頑張ってね、お仕事。おはさる、おはさら、ありがとう。おはさる、おはさら。朝配信なんかもう忘れちゃったんだよね。ダンシングやらなさすぎて。今日も朝練習ルームをおつです。朝練なのこれ。元気はいつもじゃん。おはよう、おはよう。昨日マシモも同じのかぶってて、
これ持ってる人もめっちゃ多いでしょ。おはさる、おはさる。朝から早い、あらあらあら。おはようございます。朝早いです。すごい早い。これはタレ、なんか膜をいただいて、コミュニティの方から、そうだから可愛すぎて飾りました。これ可愛いでしょ。すごく嬉しくて、そうお仕事行ってらっしゃい。捨て星が夏いんじゃ、もうやばいよね捨て星って。ちょっと考えただけでヒヤヒヤする。だってやばくない？ 4 時とかです。はあ、花火、そう花火とかあるね。坊ちゃん書いてくれたみたいなの、嬉しいね、ありがとう。そうだよ、もう男子ごめん、もうさ、目が覚める一言ください。起きろ起きろ。ハートありがとうございます。フルーツが食べたい今。シャーベントピンク今聞いてた。君らしいシャーベントピンク。ハート100個ありがとうございます。おはよう。忘れちゃったダンシングシステム。お腹すいた。ちょちょちょよちょ。ちょ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 、サラの、サラを、お皿を起こすママの真似して、サラ起きて、もう8時なの。サラ、ポイントはサラの呼び方。あ、起きました、ありがとうございます。おはよう。今日は雨がすごい、学校、確かにちょっと曇りだ。夏いいね、ありがとうございます。昨日の夜は土砂降りで怖かった。全然聞こえなかった。ママ最高。ママはすごい起こし方する。サラ怖いね、朝から。雨ですね、学校休んじゃおうダメだよ、学校だけは行ってんのに勉強できねえなんて。朝から桃太郎食べるのかな。朝はデザートに食べる時もあります。おはようございます、サラタン。おはよう。うーん、マヤタンってかわいいね。地元はディズニーの近くだけど新潟人です。うらやましい。え、さんも一度はそういうこと言ってみたい。ディズニーの近くですって言いたいんだけど、サラディズニー大好きなんだけど、学校とかね、あのね、あるし、あともう NGT もあるから行けなくて、まあ行ってるんだけど、そういとこと行ったりしてて、そう大変だ。行きたかった。しかもディズニーじゃない。NGT 入る前はテニスがいっぱいあったから行けなくて。本当にそんな行ってことないのが悲しかった出来事。1、2、3、12位ぐらい。そう。好きなのに。そうだからめちゃめちゃグッズとか集めたいんだけど、全然持ってないの。そうでもね、この間ファンの方からいただいた、嬉しい、ありがとう。フルグラ、フルグラも食べるよ。でも今ちょっと口内炎できてるから
それぐらい痛いんだよね。今日 NGT 朝配信多いね。確かに雨だから寝ます。配信終わったら雨だと寝るの？どういうこと？雨だと寝ちゃうの？晴れだと起きてるの？曇りだと何？でも寝たいよね。眠いもんね。お皿はコテコテのおっちゃんしょだすけ。そやれ？そやろ？おらんちはコテコテのおっちゃんしょやっけ。バカでかい壺あるで。おはようございます。楽しさいっぱい安田アイランドバンダイにもディズニーショップがあるよ。いろいろか。そう、私はおじや、あの NGT 入る前はもうバンダイも行ったことなくて、そうだからね、ディズニーショップ行けるようになって嬉しい。楽しいよね。よく買ってる。よくでもないけど、欲しいなって思うものもあるけどね。ちょっと物価が高いから勇気がいる。おしゃら、おはよう。おはよう。南の島のさ、子供らは雨降ったら休みなんだよ。南の島の太陽はまたディズニー休業するの？そうなんだ。でも羨ましいよね、今入れるのって。でも正直ね、いっぱい人いてさ、そっちの方がディズニーっぽいよね。それもディズニーの醍醐味だよね。だから早くいっぱいいろんなところに人が行けるようになりたい。シャーベットピンクのサインをさら申し込みましたよ。ありがとう、ありがとう。愛を込めて書きます。間違えた。南の島の子供ら、南の島の大王はなんとかなんとかカメハメハ。おじやに遊園地サラちゃん作って。作りたい。あのね、絶対遊園地作ったら、あれジェットコースター作るでしょ。あとね、あれも作る。コーヒーカップ、ディズニーやんけと思うやん。どうしよう。じゃあマグカップおはさる、おはさる、おはよう、おはよう。男子は女子のディズニーの買い物待つのが仕事。私あんま買い物しないそう、お友達と行ったのね。あの入る前、お友達と行った時はずっと乗り物とか食べ物を食べてる感じ。サラはディズニーとか行ったらもうすごい速度でお腹が空いてしまうの。そうだから、いいお店とか屋台とか見つけたらすぐ行っちゃう。だから意外とあのめっちゃ食べるんで、よろしくお願いします。お願いします、お会計さあと付き合う方はお会計お願いします。最近配信来れなくてすまない。いやいや、今日来たやん、ありがとう。学生時代ディズニーでバイトしてました。すごい。さあもう一度バイトしてみたいなと思ったんだよね。初めてのバイトはディズニーがいい。おはよう、仕事行ってきます。いってらっしゃい。乾いてきてありがとうございます。サラフィー、グッドモーニング、グモーニング、グモーニング。早く新潟行きたい、早く来て。でもちょっと今はあまりダメよ。ボーチャンランド、おー、お猿のテーマパーク、小宮山ランド、いいね。そんな名も痛いな、カメハメハだ。ディズニーパレードはポップコーンとチュロス、どっち派？ポップコーン。チュロスも好きだけど、なんかポップコーンの方が多いじゃん。サラはチョコレートと、キャラメルと、ハニーが好き。マイハニー。今日日刊新聞に村長載ってた。あ、そうな？全然見てなかった。
任せて。よし、今日は夜配信ができません。そうだ、ディズニーでは出した気がしそう。そう、なんかまあ確かにお土産屋さんも行くけどすぐ決めちゃうから秒だよね。お土産、家族とかのお土産とかをいつも買って行っ帰るだけだから、これとこれとこれとこれみたいな、もうパパパって決めちゃう。はやちゃんおはよう、ちょっと遅れました。いやいや、いらっしゃい。 C の方でビール飲んでじ、家族は勝手に言われて。そうなん？そっか、 C だもんね、お酒飲めるの。ママも言ってたよ、 C の方がいいって。お会計任せとけ。イエーイ、配信久々に見えた。うふ、嘘。え？サルちゃんおはよう、眉毛かわいい。本当に眉毛マン。サラヤモン、トゥルトゥ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 、マサルくん、おはよう。サラ、おはよう、サラちゃん、おはよう。お引越ししてきました。いらっしゃい。昨日ハルカメラが地下に乗っ取られそうになってた。どういうことやねん。今新潟遊びねえ、みんなに来てほしいけどね。大変だよ今の時期はさ、すごい大変。なるほど、たくさん食べて、そうたくさん食べたいの。いつでもどこでもポップコーン、なんかもちろんレストランとかで食べるのもなんかディナーとかもいいんだけど、私は肌に離さずね、ちゃんとポップコーンとかチュロスとかを永遠に持ってたい人なの。だからポップコーンとかはちゃんとポップコーンバケツに、あの買って、ポップコーンバケツを買って毎回ね買ってそこに入れ替えてもらうの、なくなったらすぐに。だっていっぱいあるじゃんポップコーン屋さん。そうだから、そうなんか待ち時間とかでちゃんと、私待ち時間が人生で本当に大嫌いな日、あの時なの。でも必ず待たなきゃいけないじゃない、ディズニーっていうのは。そう、待ちがもう醍醐味と言っていいほど食べない、間違えた、待たなきゃいけないじゃない。だからそういう時にポップコーンを食べてたいの。だからもうずっと食べてる。ほんとディズニー行ったらもう30キロぐらい太る。新潟帰りたい。そうか、みんな都会に出てちゃう。ママのお酒はいかほど。ママお酒飲んだら寝る。あ、ディズニーでは寝ないけど。あおちゃんとテラヒナは何でもすぐ決められない優柔不断ぽいわ。ポメラニアン、そうマイシーとお揃いみたい。C も好き。でもランドも好き。母上にポケット作ってもらえば。ポケット、てれてれ。おはよう、お知らせで起きました。いらっしゃい。お仕事疲れちったよ。そうなんか、お仕事は疲れるもんじゃないからね。きっとそれは何かの原因があるんだよ。ディズニーにもボイちゃん持ってくの？うん。ポップコーンはノーマル？キャラメル？キャラメル、絶対キャラメル。キャラメルかチョコレートかハニー。あ、カレーでもいいけど。久しぶりに来たらさ、かわいいスクショしたい。して。 OK。 おはよう。お皿ファミリーにはポップコーンのなる気があるのかな？ないよ。はやちゃんおはよう、腕相撲しよう。イエッ。はやちゃん食いしん坊ですか？はい、食いしん坊です。食いしん坊なんです。私はね、多分口の中が寂しい人なの。なんか大食いとかではなくて、大食いとかではないんだけど、なんか口の中、なんか一生、口の中が寂しい人種なんじゃね。そんな都会は待つのは当たり前よ。そうだから都会に行けないの。前もさ、
あの東京に行ってたくさん待ったの、なんかあれを食べるために、チキン、 UFO チキンみたいな、チキンにチーズつけるやつ待ったんだけど、本当に待つの嫌だったんだけど、でも美味しかったからいいや。おはよう、お盆新潟への聖地を旅して、あーお盆だね、もう少しだ、もうよくわからん、なのでフラフラすることにするようにしたよ。そうか、もうわかんなくなっちゃったのね、フラフラすんの。ディズニーで坊ちゃん持ったら新キャラですかって声かけられそう、ちょっと隠しながら持つよね。ディズニーで坊ちゃん、あ、読んだわ。さやちゃんも新聞乗る予定ないの？さやちゃんは頑張らないと乗れない。カップラーメン作ったけど時間計るの忘れてた。あるよね。さら時間が経つのが遅すぎて、カップラーメンとかすごいもん。なんか5分がもう30分ぐらいに感じるよね。無人島持ってくならば、坊ちゃん、いやそれはちょっと違う。無人島はなんだろう、すごい詳しい人持ってきて、おはようサラサラ、おはよう、車で10分だからポップコーンとチュロスを送ろう、あ、よろしくお願いします。いや坊ちゃん探せばすぐ見つかるってことか。あ、アメちゃん舐めな、アメちゃん、アメちゃん舐めたい、おしゃらの社員にしてよかったと思う、今日この頃、イエーイ、一生懸命書きます。そんなに待て、よくそんなに待てるね、待てる？東京は大変だよ。今日はみゆみゆが初公演、おめでとう。今日はフランス革命記念日、何したんだろう。リリーは楽しそうだし、そうか、ならよかった。自分は正直フレンド派なんですが、ダメですか？フレンド派って何？友達派？友達なら。カップラーメンは持てない、待てないからベビースターラーメンみたいに食べる。それ、さあもそれがいい。待ちたくないんだけど。でも待たなきゃいかん。でも本当に綺麗になってる。ありがとう。おはようございます。おはよう。長くない？長くないか。サインの中にお友達いた？いないいないいない。え？お友達って地元のってことでしょ？いなかったよ。皆さんの名前たくさんあって嬉しかったよ。あ、そろそろレッツダンシングの時間なんだけど、何が問題点かって、これは置く場所、今から置く場所を変えてちゃんと、あ、イタリアンの話ね。サンもイタリアン好き、美味しいじゃん。美味しいか美味しくないかで決めるのよ。まあ、そんな美味しくない食べ物とかないけどね。あらあらさ、これでできんじゃね、ちょっと上すぎるんじゃん、これはなくてもいいの。あ、ちょうどいい。わ、ちょっといい視点のバレるじゃん、やめて、そうやってバラすのやめて。今日は何を踊ろうかな、どこまで行ったか忘れちゃったからさ、なんかコメントしてよ。そう、何踊ったらいいか分かんないから、ちょっとコメントしてよ。すごい雑。すごい雑なんだけど、何を踊ったらいいか分かんないの。今日ちょっとインしてたから恥ずかしい。伸ばして伸ばして伸ばして、キュッキュッキュッ。何がいいかな。僕の太陽、人差し指、どうしようかな。
心に太陽。あ、次はコンフィッションなのか。でもコンフィッション踊らないからな。まあみんな、これからみんなの要望に応えていくよ。ここは行きますよ。じゃあ何踊ろうかな。じゃあ一番最初に出てたやつ、いきまーす。ミュージックスタート。
じゃあありがとうございました。初めて NGT 日向さんの公演のやつをやりました。皆さんたくさんありがとうございます。また今度配信をするので、光ま、はい、ということで皆さん今日も一日頑張ってください。あ、このルームをフォローしてない方はフォローしてください。あとたくさんの SNS をやっているので、 Twitter、Instagram、755は個人アカウントでやってます。あとメールとフォトログもやってます。あと TikTok は NGT ホテル研究生でやってるので、ぜひ見てください。あとはオンラインおしゃべり会があるので、ぜひ皆さんぜひ来てください。おすすめは10月14日の2部、10月18日の7部、10月30日一部です。ぜひ来てください。よろしくお願いします。今日は聞いてくれてありがとうございます。バイバイ、行ってきます。私も